どうしてもお金持ちになりたい。はい、ということでですね、本日は節政くんのキャリア人生相談企画なんですけども、 AB キャッシュさんという会社にお邪魔してます。お金の知識を教育する会社なんですけども、お金の知識を今日は節政くんにつけていただきたいなと思ってます。ということで今回は AB キャッシュさんの社長の児玉さんにお話を伺うことになったので、今から行ってこようと思います。AB キャッシュテクノロジーズの代表取締役をしている児玉と言います。よろしくお願いします。節政くんはこれからビジネスのキャリアだったりとか、生きていく上で必要なお金だったりとか、そのマネープランだったり、そういうのでこれからどういうふうに考えられてますか？ざっくりで言うと、1回だけでいいから1億円っていうものを稼いでみたいな通帳かなんかで、俺こんだけあるんだっていうのを実感できたらすごく嬉しいなっていうのはありますね。ちなみに何歳までにいくらぐらい稼いで、1億だとしたらどれぐらいの年齢にやりたいのかってありますか？60とか60割と時間かけてめっちゃ長期だね。かけてしっかり着実に積み重ねていければいいのかなっていうふうには、うん、そのプランは。なるほど。なんでそもそも1億貯めたいですか？一つまた夢があるんですけど、起業したいなというふうに考えてはいるんですね。そのためには融資とかその借金っていうのはあんまちょっとやりたくないので、自分で貯めたお金で事業をまあやっていけたらいいのかなっていうふうには思っているんで、人を雇ったりとか事業を回していくってなった時にやっぱ億ぐらいのお金が必要になってくるんじゃないかなって思ってなるほど、ざっくり、はい、なるほど。借金に対する考え方とかもお聞きしたいですね。最初は確かに借金怖いみたいなのあったので、ぜひなんかそのあたりもお聞きしたいなと思ってます。いや、そうですね、まさに借金怖いとか借金してるとやばいみたいな考えって日本結構あるじゃないですか、うん、これが結構根っこから変えていかないといけない考えだと思っていて、うん、アメリカとかだと借金をしてそれを学びに使ったりとか事業に使っていくのを先行投資って考えるんですよね。起業してから1億近く借金したんですけど、最初めちゃくちゃ手が震えるぐらいビビっちゃって、会社員でやった時にはお金の流れ考えることがなかったことが、起業してみるとお金の流れをしっかり考えて借りて、それで事業を提供して価値を提供した対価としてお金をもらい、それが売上になり、で最終利益が残ってそれでは事業を回していく形になっていくんで、お金の全体像が見えてれば自分の許容量の中でも借金っていうのはトライする価値はあると思います。借金これ怖いって止まっちゃうっていうのは一番思考停止になっちゃうのか、危ないか。今回節政くんの最終的に1億ぐらい貯めたいです。60とかおっしゃってたと思うんですけど、もうちょっと早くできるにはとか、うん、今のうちからできることとかを今日はお伺いできたらなと思ってます。2つアドバイスします。1つ目はこれからまあ社会人になって仕事をしだすと毎月収入が入ってくるじゃないですか。でそれの中でどのくらい貯蓄だったり投資に回すかって決めてますか？全然そこまで考えてなかったです。考えてないですよね。大事なのはバランスを先に決めて、それ通りにお金のシステムが動くようにしちゃう。理想としては10お金が入ってきた場合2割を貯蓄する、6割で生活して残り2割を資産運用投資に回す、262の法則っていうんですけど、これやっておくと何かがあった時の貯蓄もあるし資産運用投資もできてるんで、こっちに関しては増えていく可能性があるというところにお金を使えるんで、262っていうのが理想です。ただ若いうちは結構お金を日々使うっていうのが結構大事なんで、181でもいいと思います。181の法則の1割っていうのは、まあ、投資に回すっていう考え方ですけど、うん、投資っていうと株式投資だって思うじゃないですか、うん、株式投資っていうのは100種類ぐらいある投資の中の1個なんですよ。大きいこう投資のカテゴリーっていっても、一つは金融資産に投資する、うん、でもしくは人的資産に投資するって考えると、金融資産の中の一つが株式なだけであって、うん、例えば人的資産、自分が稼げるスキルをもっと身につけるっていうところに対して投資をしていくっていうのも1割の投資で回していくお金の考え方になってくるんで、うん、これからずっと学び続ける社会になるじゃないですか。自分にスキルをつけてさらにベース給与を上げるっていうのも20代のうちは特に大事ですし、これ30代になってもずっと変わらないですね。本読むのとかめっちゃ好きで、大学生の時とか、うん、いろいろプログラミングスクールはいろんなスクールあるじゃないですか、うん、めっちゃ怪しいなと思って、怪しいのと怪しくないのを見分けるコツとかありますか？渋沢栄一っているじゃないですか、はい、言っていた言葉で、その人が何に満足するかを知れっていう言葉があるんですよ。何かに投資しようと思った時に、その提供している人だったりとか、その会社が一体何に満足するかっていうのを考えるようになると、今日騙される確率は減ると思います。うん、例えば、まあ、お金のスキルが身につくセミナーをやります。0円です。ただ0円でその人がやっていた場合、その人は何に満足するかを見るんですよ。まあ、趣味でやってるのであれば、それがものすごく嬉しいっていう人もいると思うんです、うん、やり方ですけど、ビジネスやってる場合ってお金を稼がないといけないので、はい、何か満足するところが他にあるんですよ、うん、でそれは例えば金融でいうと保険商品を売ったりとか、うん、投資信託の商品を売ったりとか、よりその手数料が高い
高いものを売れば売るほど自分にインセンティブが入るんで、はい、嬉しいじゃないですか、はい、っていうことを理解してそのお金のセミナーだったりとかに行くかどうかも結構考える、うん、相手の立場に立って何を目的に狙いにしてるかっていうところを考える癖をつけるとかは、そうですね、できそうですね。2つ目のお金のスキルは、はい、人類最大の発明と言われている複利の法則を使いこなす、はい、金融資本に投資をして投資をすると、まあ、リターンがあるのでそれもずっと投資をし続けることを複利って言うんですけど、投資を長く繰り返せば繰り返すほど複利の効果っていうのが威力を発揮してくるんで、資産運用は長くやった方がいいっていう話だとね、今のうちから少額でもいいんで資産運用とかを少しでも始めておくと老後2000万に備えるとかということができるようになります。世界的に有名な投資家でウォーレン・バフェットっていう人がいるんですけど、50歳を過ぎてから得た利益資産が今の資産総額の 90% 以上です。それぐらい複利の法則って時間をかければかけるほどめちゃくちゃ増えてくるんで、その法則を絶対使った方がいいですし、早ければ早いほどいいし長ければ長いほどいいっていう、あ、そうですそうですね。中には投資するにはもうまとまったまずお金がないとダメだよねとか、まとまったお金を一気にドカンってやるからお金が返ってくるみたいな話を聞くんですけど、最低もう何円ぐらいのラインからでもいいんですか？投資とかは金額とは気にすることなく少額でもいいからスタートすること、逆に大きく金額入れすぎると日々の生活が切り詰めないといけないとか自分の人的資本に投資できなくなっちゃうんで、この範囲の中で少額でもいいからスタートするっていうのはすごく大事ですね。資産運用シミュレーションっていう金融庁のサイトからいけるツールがあるんですけど、それで試算してみるとめちゃくちゃ分かりやすいと思うので、ぜひ月いくら積み立てていくと例えば30年とかやっていけばどのくらい複利の効果が効いてくるかっていうシミュレーションができるので、ぜひ金融庁のサイトから見るのをお勧めします。学歴関係なく頑張れば活躍できて成功できるってことをやっぱ自分は証明したいなっていうふうに思ってるので、とはいえちょっと新卒で入るときってスキルとかの違いとかってあんまだ新卒の段階でないじゃないですか。じゃあどういったところで同期と競い合ってスキルを身につけていけばかっこいいなんか経営者になれて素質っていうかスキルとかどんどん身につけられていく。シンプルで目の前の仕事に全力で投球すること以上だと思います。成長じゃなくて仕事の成果だけに向き合う、成長は置いとこうと、成果を出すために必要なスキルを身につける必要があるんですけど、この順番で考えてとにかく成果だけを出すっていう風にしだしたら一気に変わっていって、本のおすすめポイントもしあったら教えていただきたいです。これがそのテクノロジーによってお金の姿形が変わっていくことは知っておいてほしいなと思います、特に若い人には、で今 CBDC っていう、まあ、新しい概念の通貨が、世界中で今発行がどんどん準備されてるんですけど、紙幣がなくなってデジタルで発行されてデジタルで使うっていう、そういう時代になってきて、テクノロジーでお金の姿形が今変わっていく人類最大のパラダイムシフトが起きているタイミングなので、このタイミングでやっぱお金のことに少しでも興味を持って触れていってほしいなというのはすごく思っていて、昔は結構時代が変わってきてるんでお金について親世代に聞いてしまうと前の時代からのアドバイスになってくるので、今の時代に即してないことも多々あります。20代だったり若い人たちがお金のスキルを身につけてお父さんお母さんとかそれこそおじいちゃんおばあちゃんとかに教えてあげていってほしいと思います。若い人こそお金のスキルを身につけて人生の選択肢を増やしていってほしいなって思っています。簡単に今日の感想をいただいてもいいですか？ざっくりとしたそのお金の相談から181の法則でやった方がいいよとか、ただ投資するだけじゃなくて自分の月のために投資するっていうのも一つの投資だからっていうところのお話を聞いて、これから金融についてちょっと勉強してみたいなとか、もしお金の勉強して資産運用とかちょっと始めてみたいなというふうに思えて、すごいいいきっかけになったなるかなって思いました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。下の概要欄に本のリンクであったり AB キャッシュさんのリンクが貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで AB キャッシュさんの社員さんにちょっとお話をお伺いできるということでお三方に来ていただきました。簡単に自己紹介お願いします。私が21卒で入社した今本と申します。ファイナンシャルコンサルタントの阿久津と申します。現在インターン生として働かせていただいてます。佐々木と申します。よろしくお願いします。AB キャッシュさんっていうのは具体的にどういうことをされている会社なんですか？ AB キャッシュではお客様が生徒さんになってくるんですが、生徒さんのお金の不安を取り除いていくためにマンツーマンお金のトレーニングをさせていただいています。明治と社会さんのお金版でところでマンツーマンでやっていく。普段お仕事で心がけていることとかって何かありますか？ファイナンシャルコンサルタントとして日々一人一人の生徒さんと向き合っているんですけど、弊社のミッションがお金の不安に収支を打つっていうことなんです。
ので業務時間中はずっとこのミッションを軸に考えています。皆さんはお金の不安とかに課題感があって入社されたっていう感じですか？私は実は元 AB キャッシュの生徒でして、転職組なんですけれども、もともと公務員をやっていて自分らしく生きられていないなっていう何年もモヤモヤとしてあったんですけど、年収が下がっちゃうのが怖くて、なかなかやりたいことを決めなせなかったり、っていうところでエビキャッシュのサービスに会って自信をつけて思い切って別の会社なんですけど転職することができて、エビキャッシュに感謝していて、今度は自分が過去の自分を救うみたいな感じで、お金のことが幸せになって自分らしく生きられないと幸せにしたいなっていう気持ちで今。素敵ですね。自分がそのお客さんだったっていう経験があったと思うんですけど、具体的にどういうところが良かったなとか、学んで良かったなみたいにつながったとかってありますか？お金の勉強って一人でやろうと思ったことはもちろんあったんですけど、情報が溢れすぎていて自分で正しいものを選んで本質的な情報の獲得っていうのが難しいなっていうところと、一人じゃ頑張れないっていうのがすごくあって、 AB キャッシュは中立性っていうところをすごく大事にしてますっていうのを体験会の時点で聞いていたので、ちゃんと自分に合った正しい知識を得られるんだなっていう風に信頼ができたっていうことと、2ヶ月間毎日 LINE で励ましていただいて、そこで家計管理とかもすごくスリムアップして、そんなことするんだ。そのまま習慣として残っていたりするので、人生変わったなっていう。難しそうだなって思ってた講師とかも挑戦できて、上司に一目置かれたりとかっていうこととかもプラスなこととしてありました。 AB キャストさん、気になった方は下の概要欄からチェックしてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。